世界中に灰が降った、私たちがここにいることに関係するのかな。意味はありそうだけど、もしかしてココロトープで降ってるキラキラしたものも灰なのかな。でも全然詰まっている様子はありませんでした。私たちの記憶から再現されているだけで、本物の灰とは違うのかも。確かにその証拠に学校では降っていないし。コールドスリープ説を提唱する。は？だからさ、コールドスリープだよ。世界に灰が降ってみんな病気になっちゃうかもって状況だったんでしょ。このままじゃ人類が滅んじゃう。だから私たちはコールドスリープされたんだよ。それで何十年、下手したら100年以上冷凍睡眠状態になって、目覚めたのが今ってことを言いたいの？そういうこと。灰が止むまでの間をやり過ごすためのコールドスリープってことか。私たちの記憶にある時期から膨大な時間が経っている。それにココロトープも簡単に言うと記憶の保存場所なわけでしょ。あれも長い間眠って失われた記憶を取り戻すための場所だと考えるとさ、なくはないかもしれませんね。すごいよ、あーちゃん、名探偵だよ。そうかな、名探偵なっちゃったかな。さすがに突飛すぎるでしょ、映画じゃないんだから。でもさ、その方が面白いじゃん。映画の主役なりたくない？実は私たちって人類を救うために選び抜かれた女の子たちなのかもってさ。星崎さん、そういうとこあるよね。目立ちたい願望的なね。ちょ、やめてよ、急激に恥ずくなってきたんだけど。いろいろ考えられるようにはなってきたけど、まだ情報が足りないね。うん、結局さっきのクラックがどうとかいうのもわからないし、春日さんが突然現れたのも謎のままだし、ゆうこちゃんに聞けば何かわかるのかもしれないけど、あの感じだと教えてくれそうにないね。またしばらくはココロトープ探しかな。私も協力します。何かできることがあるといいんですが。人手は常に不足してるから、やれることはたくさんあるよ。せっかく新しい仲間も増えたんだし、志保さんのアイデアも取り入れて何か作ってみようよ。いいね、学校魔改造計画再開だ。それまだ続いてたんだ。楽しくなってきたね、しほちゃん。そうですね。
何を作ろう。これ作ろう。頑張るよ。頑張るね。任しとき。わかりました。どれにしようかな。どれにしよう。これに。どれにしますか。よし。できた。何を作ろう。材料は足りてるかな。任せっか。はい、任しとき。どれにしようか。これをどれにしようかな。よし。うん。何を作ろう。材料は足りてるかな。頑張っ。はい、はいはい、わかりました。どれにし、これをどれにしようか。よし。できます。何を作ろう。作れそうなものは、映える配置はっと。なりましたね。ひとまずこれで完成。どう、しほさん。すごくいい雰囲気です。ここでコーヒーが飲めると思うと感動ですね。お菓子食べたりするのもいいかもね。じゃあ早速使ってみよう。何か用意しましょうか。さすが元店員、どうに言ってる。あれ聞きたいな。いらっしゃいませってやつ。いいですよ。いらっしゃいませか。実はバレエの指導を受けるためにこの町に来てたんだ。今日で指導は終わりだから帰らなくちゃいけない。そうだったんだ。そんな顔しないで。いつかまた来るから。続けることを選んだんでしょ。それならまたここで会える。その時はさ、いつもみたいに迎えてくれると嬉しいな。はい、約束します。そう、約束したんだ。次に会った時はあの言葉で迎えるって。最後にもう一回聞かせて。結構好きなんだ、しほの出迎えの言葉。ないんだけど。ひなこだよね。あなたたちは。記憶がないんだね。あ、私のこと何か知ってるの。少しだけ。伝えられることは少ないけど。私たちに分かる範囲で答えます。みんな記憶がなくて、けど心トープという場所に行くことで
記憶を取り戻せる。まあいきなり言われてもわかんないよね。ひとまずここにいれば安全だと思う。ごめんね、私たちもどういうことなのか全然わかってなくて。ううん、平気。むしろ今の方がすっきりしてるかも。ついさっきまでずっと寝てるのか起きてるのか。そういえば私もそうでした。突然意識がはっきりして、そしたら皆さんがいて。寝てるのか起きてるのか、それって私たちの行動の何かがきっかけになってシホさんやヒナコさんを起こしたってこと？ってことは青のコールドスリープ説がもしかしたら正しいのかも。少なくとも普通の日常を送っている人を連れてきてるわけじゃないんだね。よかった。私たち一歩間違えたらとんでもなくひどいことを繰り返してることになってた。私は普通の日常を送ってたけどね。そういえばそうだった。あれ、つまり結局よくわからないということになりますね。まあまた後で考えよう。今はひなこのことだよ。そうですね、いろいろ案内してあげないと。みんなありがとう。いろいろ大変だろうし、私もひなこさんに積極的に話しかけてみよう。よし。うん。ひなこさん。ごめんね。楽しかったよ。ぐにゃにゃ。
え？ちょっと！そうね、行くわよ。もう
れ。ほどほどによろしく。私の記憶。ですか？
そうだな。うんうん。でも。お疲れ様。あおちゃんが来てからいろいろなことが起こって、それで私の特別な思い出を取り戻せたから。それって私のおかげってわけでもないと思うけど。でも心トープが現れたのはあおちゃんとのお話がきっかけだから、あおちゃんのおかげなのです。心がそう言うなら素直に受け取っておこうかな。あれ、レナさん、どうかした？それが保健室の扉が開かなくて困ってて。怪我でもしちゃった？大丈夫？いや、眠たくてさっきまでここのベッドで休んでたんだけど、出る時に忘れ物しちゃって。本当だ、開か
鍵も一応持ってきたけど、どうにも開かないみたいで。扉を閉めた拍子に鍵が壊れちゃったのかな。やっぱり無理やり開けるしかないか。まあまあ落ち着いて。ちょっと助っ人呼んでこよっか。助っ人？助っ人参上。ゆうきちゃん手先が器用だから鍵とか開けられないかなって。任しとき、このヘアピンで。お、開いた。おお、すごい。あはは、褒めれ褒めれ。ありがとう、ゆうきちゃん、助かったよ。一応感謝しとく。うつぼさんと星崎さんも時間取らせて悪かったね。ううん、いいの。ちゃんと会えてよかったね。ココロ、昔は引っ込み思案でいじめられ、今のココロにはそんな面影は全然な。今までのココロのこと。よし！
先はどうしよう。さあ、行こう。よいしょっと。よろしくお願いします。
よし。何を作ろうかな。どれにしようかな。材料は足りてるかな。頑張るよ。任せて。任せて。どれを、これを、どれにしようかな。よーし、できた。どれにしようかな。材料は揃ってるかな。どんなレイアウトがいいかな。また何かできたんだ。それは…いや…今いい？付き合ってほしいことがあるんだけど。うん、いいよ。付き合ってほしいことってこれ？嘘は言ってない。でも先に言ってくれればいいじゃん。言ったら逃げるでしょ。まあそうだけど、だって全然わかんないし。どこがわからないの？全部。そんなんで今までどうやってきたわけ？容量と…ムカつく。いやいや、それほどでも。褒めてない。基礎から教えるから全部覚えて。じゃない。なんだかんだ言ってレナさんはかっこいい人だと私は思ってる。みんながなあなあにする部分、そういったところを全部見抜いて。レナさんがいなかったらこの世界での私たちの生活は多分嫌われるのが怖くない人なんだろう。私にはできない。よっしゃー、全問解けた。はい、じゃあ次はこの応用問題ね。もうよくない？覚えてるうちに鳴らさないと定着しないから。うげー、優しいよな。ここまで面倒見てくれるなんて。噛み砕いて説明してくれるし、教科書に載ってないことを聞いてもパッと答えてくれるし。で、止まってる。はいはい、やります。だから私はレナさんのことをかっこいいと思う。どうしてレナさんはレナさんでいられるのだろう。
そうね。行くわよ。すごっ。わかった？ありがとう。レナさん。そう？ありがとう。今お時間あります？よかったら一緒に息抜きしませんか？うん、移動しよっか。ほら、また目つむってるよ。ちゃんとシャトルを見ないと。それ、前に教えてくれた方にも同じことを言われました。でも、どうしても怖くて。ボールじゃなくて羽だよ。しかも、未経験者がゆるーく打ってるやつだよ。それでも怖いものは怖いんです。やっぱり別の遊びに。いえ、続けてください。ちょっと意外だったな。優等生ってイメージだから。そんなことないですよ。それにできることだって普通のことだけですし。そう？家事ができるってすごいことだと思うけど。家事ができないって言ってる人は面倒くさがってやってないだけなんですよ。特別な技能は何もいらないんです。必要なのは習慣と経験だけなんです。志保さん、それ謙遜して言ってるんだろうけど、私にも刺さるからやめて。刺さるように言ってるんです。でも志保さんといると確かに安心する。私みたいに。なんて、志保さんに失礼か。とは言っても、そんな自分がちょっと好きだったり。え？お腹すいちゃいましたよね。お弁当作ったので取ってきますね。
こへ行きますか。ですか。さ、どこへ行こう。そうだね。何しようかな。これにしよう。頑張るよ。
任せといて。頑張りますね。頑張るね。それをこれをそれを使うこれをそれを使うよーし。もうこんなもんかな。よし。よろしくお願いします。もっと頑張らなきゃ。